現在少年ジャンプで連載中のドラゴンボールという作品が始まることになりました。あのキャラ描いてると無駄なの声しか浮かばないからもう僕としてはごく普通の出来事に近いっていうか、それ以上純粋な人はいないぐらいの強くなりたいというのだけをこうまっすぐ言ってる珍しいやつだなっていう感じにしたかった。結果的にいいことを知ってる感じが、ね、僕は一番あの描きたかった。個人似てるとこってのありますか？割と興味のあることにしか行かないっていうところはちょっと似てるところがあるかな。うわ、そうだと思います。 あと今のも嫌いっていうのはそこは似てますよ。この世界では神様ですよ、鳥山先生は。実際なんかないですよ、僕なんて。いやいや、僕、私イコール悟空だと思ってるんですよ、いつでも。いやいや、40年近くも悟空の声を務めている野沢さんは昨夜追悼のコメントを寄せました。信じたくない、考えたくないという気持ちで頭の中が空っぽです。それでもお会いするたびに鳥山先生がおっしゃってくださった悟空をお願いしますねというお言葉を思い出すと、私の命が尽きるまで悟空のそばにいようと気持ちを保つことができます。ドラゴンボールの連載が終了した2年後、週刊少年ジャンプの看板を引き継ぐ形となったワンピースの尾田栄一郎さんは、あまりに早すぎます。空いた穴があまりに大きすぎます。子供の頃から憧れすぎていて、初めて名前呼んでもらえた日のことも覚えています。我々に友達という言葉を使ってくれた日の帰り道、岸本さんと盛大にはしゃいだ日も懐かしいです。最後に交わした会話も覚えています。僕らは血液レベルで鳥山先生が大好きだから。 He died. Really? He passed away. Yes. When? いつ？もう数日前。 A few days ago. No. Hey, you. It's because it's our childhood, you know. It's like we grew up with. I'm sorry. I'm very sorry. 僕にとっては大事なことだろう。これまで生きた感覚に頼ってる。あの頃見た苦い繊細な景色思い出している。不器用な僕を回る回る巡る僕の音。ここんとこ離れない赤い日を守るもの共に生きることの苦と喜びを今は全て受け入れられているから、もう少し自由になっていいんだよ。そんな言葉をかけてくれる君のメロディー、不思議だな。これ聞いてると暗闇を溶けて信じられる。すべて包み込んでくれるような力がある。優しいの地の音、年がいもなくはしゃいでるよ、君へのリフレイン。メッセージ、メッセージ、じゃあ